皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日は2019年12月27日金曜日ですね。えっ、ー、と、メーカーの方とかサービス業以外の方は今日でね、仕事納めの人もいるかと思います。今年もね、残すところ28、29、30、31で4日間しかないですね。今年始まったかなと思ったらもう終わりですね。本当に早いなと。 月日が経つのは早いなってつくづく思います。それでね、えっ、ー、と、YouTube ライブもね、12月は結構毎日のように一般公開ライブやってたんですけど、えっ、ー、と、12月23日でストップしてしまいましたね。24日のクリスマスイブもやる,やる予定だったし、えー、25日のクリスマスの夜もね、やる予定だったし、 26日の昨日もやる予定だったんですけども、ちょっとね、あることがあってね、えー、ちょっとできませんでしたね。まあ、それで、まあ、あることがあってね、こんなことってあるんだっていうことがありましてね、それで YouTube ライブやらなかったんですけども、まあ、ちょっとね、YouTube、その、ちょっと3日間ぐらいね、<laughs> やらなかった時にね、いろいろ考えてね、YouTube。 YouTube って毎日やるべきなのかなって考えたりねして、随分ね、あの、まあ熱が冷めたって感じですね、YouTube からね。はい。まあ、あの、まあ一般公開ライブはね、あの12月しかやってないもんですから、まあほとんど、有料会員さん以外の方はほとんどね、えー、有料ライブって見た時ないと思うんですけども、 まあ僕の方は有料会員さん向けに今年ほとんどね毎日360、360日ぐらいやってましたからね。えー、毎晩やって YouTube とかね、他の動画配信サイトを使ってやってましたからね。ですから、まあ、すごく慣れ親しんでるんですけども、まあこのね、3日間ぐらいのある出来事によってですね、えー、ちょっと YouTube から一歩、 まあどうなのかなと。まあ、深くは考えてないですけどね。えー、そんな気分もね、してきました。で、今日はですね、えー、っと、今日の夜はライブやろうかなと思ってるんですけども、えー、その前にね、このホワイトボード懐かしいね。今日はホワイトボードでやります。そんで、まあ、パソコンでやろうと思ったんですけど、あのー、家の中のね、サーバーもちょっと、 故障してて動,動かなくなってたよねねん <laughs> でだろう、ね、ちょっと電磁波攻撃受けてる感じなので <laughs> もう疲れちゃってあのサーバーのメンテナンスとか管理もねめんどくさくなっちゃったので一応、えー、ホワイトボードでねやりたいと思いますで今日お話ししたいことは2019年今年1年間の思い出を振り返る <coughs> のは明日にしましてねその前に とということでですね、まあ、今一度 FX についてお話しします。でまあ、中野研究会の中でもですね、まああのえっとまあ、年間を通して、ね、FX で利益を上げ,て上げた人っていうのはほんの一部で、えーまあ、ビットコイン FX とかの方も含めて1億円になったという人もいますけれどもね、えー、その後なくなっ,ちゃって1億円がなくなっちゃったという人もいます。 まあショックですね、うん、それで、えっと、たまたまね一億円になったっていう人もいるんですがま,まずね一番 FX はギャンブルなんですよ FX をギャンブルじゃないというふうに考える人は何をもってギャンブルじゃないのかっていうのをまあ理由をつけてねあの示す必要があると思いますで FX はギャンブルだし株もギャンブルだし先物もね えー、オプションも全部ギャンブルですし事、えー、業を行うのもギャンブルラーメン屋始めるのもギャンブルサラリーマンで入社してね入社しても上司のパワハラで自殺しちゃうっていうのもあるからギャンブルサラリーマンになるのもギャンブルですし副業やるのもギャンブル <coughs> 車の運転もギャンブルですしね,あのねこあのスピード違反した車がね突っ込んできてね死んじゃうかもしれないですから人生すなわちこれギャンブルなんですよ。 FX は特に、あのー、大きなお金を失うギャンブル、ギャンブル依存症になりやすいんだよね、ギャンブル依存,依存症、まあ、アルコール依存症とかね、タバコの依存症と一緒でですね、途中でやめられなくなっちゃうんですよ、パチンコ依存症と一緒でね、で財産、全財産を使い尽くして、さ、え、ら、ー、にはですね、えー、クレジットカードのキャッシングとか、 銀行カードローン、ノンバンク系、全部つ、えー、借りられるところは全部借りると、友達、親戚、親借りて、えー、全財産なくなって、点々テンテンになってですね、家た、家建物を取られて、自己破産するまで、えー、やってしまうっていうのが、えー、FX の、えー、まあ、ギャンブル依存、依存性があるところですね。なので、えっ、ー、と、 まだね、始めて間もない方もですね、えー、なかなか勝てない、どうしようっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、それはね、この,いあの依存性があるからなんですね。負けるとね、頭に血が上ってね、えっ、ー、と、ロットを倍張ってですね、すぐ取り返そうと思っちゃうわけですよね。はい、それで、これね、一番ね、FX はギャンブルだから、自分ルールを作らないと絶対に勝てないんですね。 で自分ルールって何かっていうのは次にまだ番書いてあるんだけどね最低限のルールがねまずはルールって二段構えになっててまずは損をしないルールそして次に利益を取るルールってこの二段構えの二つのルールがないとダメなんですよで2番目に書いてあるのはこれ損をしないルールこれは、えー、バルセロナ破産確率に基づいてですねあのー、破産しないルールですね 最低でも3つ勝率と損益率と損失許容率の3つは最低限必要なんですよねでまずは損をしなければあとは勝つだけなんですよね損をしなければ徐々に勝っていくんですよあの1日1円でも10円でも勝っていくんですよでまず損をしないことそして次に1日5円とか10円じゃなくて1日1万5万10万100万1000万ぐらいね毎,毎日稼ぎたいですよね そうするにはどうしたらいいかっいったらこの,あの上の段のねルールがあるんですけどもね、まあ、それについては今日は話しません最低でも負けないルール <laughs> バルサルの破産確率に基づいたですねえっと破産しないルールをですねまず作んなくちゃいけないですねはいまあ作んなくちゃいけないって言っても決まってんだけどねこれね <laughs> 決まってますであと3番目 サラリーマン主婦の副業にはとても良いんですね FX っていうのはなぜかというとまず家から出なくていいんですよ、うん、だからあの好きな時間にできますよね好きな時間に家でパソコンスマホが1台あればいいですからね、まあ、最近パソコンなくてもいいのかなって思ってましてですねスマホでですね XM の MT4 をエントリーするときにですね えっと,利格と損切りも、まあ、入れられるようになって最近になったんだよねきっとね昔はなってなかったんでパソコンじゃないと買ってないよってずっと言ってたんですけど、まあ、最近の MT4 の,えあの, MT の、ねえー、アプリっていうのはものすごく進化してまして、えー、利確も損切りもですねエントリーの際に同時に入れられるものですから、まあ、大きな損は出,出さないかなと。 ということでサラリーマンの副業主婦の副業にもとてもいいんですねあの外出なくていいのでねお子様がいる家庭の方とかですねあとは24時間やってるからだからあの昼間とかね夜とか仕事してそれ以外の時間24時間やってるからね土日抜かしてね祝日もやってるからだから FX ちょうどいいと思いますあとは少ない資金で始められます まあ大体1万円あればね1万円あれば1日、まあ、1万円もらえるかなうまくやればねまあちゃんとやるんだったら1万円で、まあ、1日1000円ぐらいを目指していくって感じかなはいあの1万円がなくなるわけじゃないですからねでただし <laughs> そのためには高度な知識を身につけて長い年月の練習が必要となりますまあ誰でもね簡単にできるんじゃないかと思っちゃうんですよね あのだからあの本当はね深い知識が必要であとは知識は頭の中入るんだけど体がつい,ていけないつ,ついていけないんだよねだからねあの体がね考えなくても体がパッパッと動くようにですね練習が必要なんですよ野球とかねサッカーとかと同じようにですねでこれまず高度な知識って何かっていうと高度な知識ってあるんだけど 皆さん、あの、まあ、MT4 の本もん読まない、読んでる気ないでしょうかって。あとは、テクニカルチャート、ファンダメンタルの本なんかも買って読んでる気ないでしょう、まあ、たくさんあるんですよね、まあ。そういう本を読んで、あとは長い年月、デモトレードでですね、長い年月練習が必要です。あとは自分のルールを作った2段構えの上の方のね、利益を取るルールっていうのを作ったら、あとは加工、 過去のですね、あの為替のデータを引っ張ってきて、え10年分ぐらいのですね、えーと、10年間分ぐらいのデータでですね、えー、バックテスト、いわゆるですね、まあ、検証してみると、自分のルールがね、本当に儲かるかどうかってまあ、そういうのもね、必要なんでね、やっぱり高度な知識と長い年月の訓練が必要なんですよね。だって、あと <laughs> 一番大事なのが、番1万円 10万円、100万円を燃やす訓練をしてみましょうと。まあ、最低でも1万円かな。1万円札をね、ば、まあまあ、ーって破ってね、火で燃やすと、ライターでね。まあ、法律があるからね、実際にはできないですけれども、まあ、1万円をですねあの、コンビニのレジの、まあ、寄,付寄付金のボックスにポンと入れると。 はい、まあ週に1回ぐらいね。まあ、<laughs> それができないとね、FX では勝てないです。1万円ぐらいの損失なんていうのは、もう日常茶飯事ですから、日常茶飯事ですから、1万円ああ、くれてやるよ、はは、どうぞどうぞ、<laughs> 1万円を惜しいなと思ってですね <laughs> あの、FX では損切りができなくなるんですよね。 あどうしよう、もう損失1万円になっちゃったと。で、いや、もう切れよと。逆言ってんだから、切りなよって,言って。いや、戻る戻るって言ってるうちに、1万が3万、3万が5万、5万が10万、10万が50万、50万が100万になるんですよ。本当なんですよ、これ。ほんで、100、100万が2000万になるんですよ。本当なんですよ、これ。本当に怖いんですよね。なので、 1>, まあ1万円札を、まあ、燃やすとは言わ、燃やすと法律になっちゃうからね、あのまあ、平気でね、寄付1万、10万円でもいいし、100万円でもいいですよ、100万円もポーンと寄付したり、友達にあげる、そのぐらいの気概がないとですね、あの、ダメですね、まず訓練をしてみてください、1万円を誰か他人にあげるとか、寄付ボックスの中に入れるとかね。 まあうん、そんな感じかな。だからいろいろですね、まあ、FX で思い悩んでですね、やっぱりやめようと、うん。この1年やってみたけど、やっぱりやめますという方は正解です。はい。あってなかったと思いますよ。あとは途中でやめる方も正解ですね。はい。損失がそこで収まるからね。ただ悔しいと思って、まあ、最後までやりたいという方は、えー、きちんとね、 ルールに基づいて勉強していかないとダメです。もう当てずっぽうにまた2年目、3年目ってやるとですね、えー、もう2000万、3000万ってどん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 お金、あればあれだけ溶かしちゃいますからね。FX っていうのはきちんとした勉強方法があります。で、この勉強方法に基づいて、<laughs> 自分で毎日練習をしていくだけですね、デモトレートでね。そうすることによって、いつかですね、必ず えー、安定的にですねお金を FX でお金を稼いでですね FX だけで暮らしていくことが必ずできますからねですからあのきちんとした勉強方法で頑張ってくださいあの自己流っていうのがねやっぱり僕もずっと自己流でしたけど自己流っていうのが一番良くないねもう,むむもういつゴールにたどり着くか分かんないからねその道自体が間違ってるからね あっち行っちゃってるからね。あっちの方ね。だから、道が間違ってるからさ、ゴール行かないんですよ。正しい道を選択すれば、必ずね、ゴールは来ますので、それだけ覚えておいてください。それではね、繰り返しますけれども、まず一番 FX はギャンブルだから、自分ルールを使わな,ないと絶対に勝てません。これはシフト、シフトと、シフトのない、シフトのないアルバイトと一緒でね、 シフト登録してないから、もう遅く来てもね、あの遅刻なのか何のかよくわかんないというのと一緒です。まには、勝率、損益率、損失経容率の3つは最低限必要ですね。ルールの中のね、まず負けないルールの方ですね。あと、勝つルールについてはまた他にありますよ。3番目、サラリーマン、主婦の副業にはとても向いてます。家でないから、雨の日でもできるし、寒い日もできるし、 あ赤ちゃんがいてもねできるしお年寄りの、えー、と介護をしながらもできますしね、はい、外にいてもできるし旅行しっぱなしでもできるし仕事中でもできますよスマホ1台でいいかもねもうなんかあのパソコンいらないかもねなんかパソコン必要必要って僕言ってましたけどスマホでいいかなスマホの方がいいかなと思います 高度な知識を身につけ長い年月の訓練が必要です4番1万円10万円100万円を燃やす訓練を、まあ、燃,や燃やしちゃいけないですからね本当はね、えー、寄付をする訓練を、まあ、1万円札をね、えー、今日コンビニのレジの寄付金ボックスに入れる訓練をしてみてください1万円なんて平気で減っちゃうで溶かしますから あの FX は損切りするから儲かるんです。損切りするから利益が出るんです。はい。ということでね、今回はこんな動画を作ってみました。今日はね、あのちょっと西日でね、後ろ明るいんですけども、えー、今日は体調がいいのでね、もう一本何か動画作れたら作りたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。